皆さんこんにちは、わらとしろと斉藤阿部です。はい、今週の特集なんですけども、カラーセラピストの阿部さんをお迎えしております。初のゲストですよ。はい、早速あのカラーセラピーって聞いたことある？聞いたことあり、でもどんなんかは分かんないです。分からないよね、カラーセラピーとは何ですかっていう話からしていただきます。はい、カラーセラピーの基本を説明すると、色を生活に取り入れることで心と体を癒す両方、カラーセラピー、日本語では色彩療法と言います。色彩と療法、カラーセラピーですね、色が薬みたいなもんなんですか？そうです、日本ではまだ医学として認められてないんですけど、西洋とかアメリカの方では病院で薬の代わりに色を処方したり、色を照射するっていうのは、なんていうの、光をその赤のライトを当てて悪いところを治すとかっていうのがあったりする。セラピー療法、色って光によって、光の波長の長さによって見えていて、だから色は光なんで、こうやって受けているものによって人間って影響を受けたりするんで、赤色が必要な人に赤色のものを処方すれば、その赤色が足りてない部分に赤色が作用して良くなるとか、そういう感じです。結構でも不思議な感じもするね。ちょっとスピリチュアルの方に入っていきますね。これでこれを使うんですか、カラーセラピー？はい、私はカードタイプを使ってます。ボトルとか、なんかこういうスクエアの形とかいろいろ使ってる方はいらっしゃるんですが、名刺サイズのカードを使ってます。裏に色の意味が書いてあります。はい、だからこの選んだ色とその意味を選んだ本人に話してもらって、そこからカウンセリングとコーチングをしていくっていう。なるほど。この色を選ぶってことはどういう気持ちかとか、どういう人なのかっていうところをこう紐解いていくような、そうです。性格がわかる、あと過去現在未来の流れを見ていく、そんなことまでわかんない、コーチングもするので、未来の目標設定までするところまでやります。それが本人の潜在意識から出てくるものなので、そこがあの占いとの違いがそこで出てきて、そうやね、だから占いとどうちゃうねんっていうのは気になる。よく聞かれるんですけど、占いとの違いはクライアントさんを主体とするか、この占い師を主体とするのかっていうのが変わってきて、あれちょっと難しい話だけど、カラーセラピーはクライアントさんを主体とします。だからクライアントさんが本当に何を思っているのか、本当にたどり着きたい目標はどこなのかっていうのを、本人の口から出していくっていうのがカラーセラピストです。でも占い師はあなたはこうだからこうしましょうって言っちゃうでしょ。確かにそうや、そうや。あれはカードで出たり霊感で見た占い師の想像した予測した未来であって、本人がそう思ってるかどうかは分かんないんです。むしろその占い師の言ったことに寄っていく感じはあるよね。感じはある、占い師が言ったからその通りにしようってなるかもしれないし、それはそれで別にその人が納得してやっているんやったらいいんやけど、それやったら占い師はアドバイザーっていう感じにはなるんですよね。確かにそれやったらコーチングやね、まさに。でカラーセラピストはそのクライアント本人が思っていることを本人の口から出させるっていう。それはどうなんですか、そのちゃんと出てくるもんなんですか？あ、出てきます。出させるのがプロやから。なるほど。出させます、出させますっていうのも変やけど、話をしていくうちに本人が自分の心に気づいて、私はこういうことがやりたくって、それやったら今こういうことをしていけばいいんやなっていうのが本人の口から出てきます、ちゃんと。
ちょっと待って、どんなんそれ。まあ占いとカラーセラピーどっちがいいかっていうのはその人の性格にもよるし、はいはい、どっちがいいっていうわけでもないんですよね、うん、もういろいろ考えてどうしたらいいかわからんっていう人は占い師に頼ってもいいですし。なるほどなるほど、うん、そうかそうか。そうでも別に何か人に指図されるのが嫌いな人とか、はい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 、自分から何か答えを見つけ出したいっていう人は、うん、カラーセラピー受けたらいいと思う。なるほどな、うん、どうやってみたくなった。やりたくなりました。なあ、引き出されちゃうで。大丈夫いいですか。よくさ、なんかなんていうかな、こうセラピーってこのアメリカの映画とかやったらさ、よくあの、うん、ね、セラピストに話聞いてもらうっていうくだりがあるけど、日本ってなかなかそれをさ、オープンにしてない感じがあるやんか。そう、なんでか敷居が高いと思われてて、うん、そうやね、なんかみんなもっと話しに来てください。そうそう、だからなんか、うん、なんかなんていうの、セラピーにかかると病んでるんかなとかさ、うん、なんかそういうイメージにされがちやけど、うん、結構そうじゃないよね、うん、そう、うん、うつ病になる前の予防として、うん、って考えてもらってもいいですし、だそういうこと、転職するときに自分はどうしたらいいのかみたいなのをこう、うん、相談しに来るだけよね、うんうん、それだけでも全然いいですね、うん、カジュアルに来てください。カジュアルらしいですよ、はい、気軽に。あの説明欄に阿部さんのサロン、うんうんうん、あのリンクとか貼っときますので、はい、ぜひご覧ください、うん、まあ、というわけで前半はこれぐらいに終了したいと思います。で明日はちょっと我々がカラーセラピーを体験してみるというのをお届けしたいと思います。はい、というわけで明日もまたご覧ください。阿部さんでした。阿部でした。バイバイ。